チャールズ・ブレアはアメリカ合衆国のパイロットである。1931年海軍で操縦訓練を受けた。1933年からユナイテッド航空のパイロットになり、1940年から新しく作られたアメリカンエクスポートエアラインズのチーフパイロットになり、シコルスキー VS-44 飛行艇を使った大西洋横断定期航空便を運航した。 戦争中はナッツで輸送業務に従事するカタワラグラマンのテストパイロットを務めた。戦後もロッキードコンステレーションやボーイングストラトクルーザーによる定期航空便のパイロットを続けた。1950年にアメリカンオーバーシーズエアラインズがパンナムに吸収されるとパンアメリカン航空のパイロットになった。 エクスキャリバー31951年1月31日 P-51 改造機エクスキャリバー3を使ってニューヨークロンドン間約 5600km を高度1万 m 以上で飛ぶことによってジェット気流を利用し7時間48分平均時速 700km 以上の速度で飛行したこれはレシプロエンジン機での記録である 同じ年の5月29日、ノルウェーからアラスカまで、初の北極圏単独飛行を行った。北極点を通過するとき、息子のサンタクロース宛ての手紙を投下した。この都市ハーモントロフィーを受賞した。パンアメリカン航空のパイロットの傍ら、1952年に海軍の予備役から空軍の技術開発の仕事を行うようになった。 1968年女優のモーリン・オハラと結婚した。1969年にパン・アメリカン航空を退職した。1978年9月2日、登場していたグラマングースが、英霊バージン諸島セントトーマス島沖合で墜落。同乗者7人は救助されたが、死亡した4人にブレアが含まれていた。ありがとうございます。